第12回必殺技はスコッティ・ピッペン、ローポスト・ハイポストのフェイクシュートを今回は見ていきたいと思います。では皆さん一緒にご覧ください。はい、スコッティ・ピッペン、ローポストに構えていきなりハイポストに上がってフェイク、ディフェンスが引っかかったのでゴール下に切り込んでシュート決めていく。では私もやっていきます。ローポストに構えて、いきなりハイポストに上がってディフェンスが引っかかったゴールに切り込んでシュートです。はい、もう一度やっていきましょう。ローポストで構えてフェイク。でボールを頭の上に上げるのがポイントで、ここで決めていくと、センタープレイヤー必見のプレイです。